皆さんこんにちは。いつも動画をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。えー、今回はですね、あのいつも有料会員の方々に2時間の動画を、えー、お伝えしてるんですが、ちょっとやっぱりなかなかですね、8800円月額っていうことで、なちょっとなかなか見,見るのもなあっていう方が結構多いっていうふうにお聞きしておりますので、まあ、1回ですね、えー、私の1時間ぐらいのお話を聞いていただいて、 あこれは面白いなとかここからあの月2回、えー、2時間を見たり毎日号外の配信が来るとかねそういうのもうまく活用してみたいなっていう方向けに5月13日土曜日1時間だけこの時間にですね、あのー、渋谷光栄におきまして、えーまあ、対面のリアルセミナーを開催したいと思っております。 あの、ぜひですね、え、YouTube をご覧いただいている方々で、大変申し訳ないんですけども、まだ、あの、有料会員ではないっていう方々向けに、今回ちょっと一回、えー、開催し,してみようかなと思っておりますので、まあ、ご希望の方はですね、 あのこの YouTube 概要欄にお申し込みいただけるとあの私の方のスタッフがですねあの対応タブすると思いますのでぜひ一度リアルホラグッチセミナーにお越しになってみてくださいどうぞよろしくお願いいたします皆さんこんにちはいつも動画をご視聴いただきまして誠にありがとうございます、えー、ずっとお伝えしてまいりましたがドル建ての金価格も もうあと一歩ですすね、えー、2000ドル台に達してきてきおります、はい、ちょっと線引っ張ってみますとですね私あの日興証券を2002年の、えー、3月末で退職しているんですが早期退職で450人ぐらいと一緒に辞めたんですけどちょっとあの早期退職金いただきましてですねこの辺で金とか銀とか買った覚えがあるんですね。 まあおかげさまでこんな風になってるんですけど、えー、じ今回ですね、まあここだいぶ下がった後、これ45%ぐらい下がってるんですが、反転してきて、VG 型にこうなり、で、一回クッション置いてから今また上がろうとしてますよね。これ2089ドルが最高値なんですが、私自身はここからここまで下がった2倍の、まずは2800ドルを目指し、その後は 8000ドルから、ひょっとしたら12000ドルぐらいまで行くんじゃないかと考えております。はい。これはドルだって。で、一方の円建ての方も5年間なんですが、えー、まあずっと非常にいいペースで上がってきてますよね。これもちょっと線引っ張ってみますと、えー、約5年前4000円ぐらいだったこの純金上場信託なんですが、 5年間で、まあ、約2倍になりました。5年で2倍になるっていうのは、年率15%の5年福利っていうことを意味しています。はい。まあ、いろいろな理由から、私はここから加速度的に円建ての価格も上がるというふうに考えておりまして、将来的には、まあ、6万円から10万円の間のに向かっていくと。 まあどうですかね。まだ今から10倍ぐらいになると、まあいうふうに考えております。マ、ま、リ、あ、理由は本編の方で確認していただけるとありがたいんですが、ぜひね、まあ ETF でもいいんですけども、えー、現物の金、または金貨をぜひお持ちになられた方がいいですよっていうことを、ここ数年ずっと言い続けてきております。えー、まあコストがかかるだけじゃなくてね、 連動しなくなる可能性も出てきておりますのでぜひですね現物の金金貨を、まあ、金融資産に対して金融資産100に対して現物25%はお持ちになられるといいんじゃないでしょうか5,000万円金融資産お持ちになってたら4,000万円は金融資産ペーパーマネーで運用し1,000万円を金とか金貨の現物にすると、まあ、そんなイメージですね。 ぜひ皆さんと一緒に、えー、豊かな、えーまあ、人生というかね、えー、を送ってご家族のためにご自身のためにと思っておりますのでどうぞ一度「まマグマグぐまぐ洞口」で2時間の方もご覧になってみていただけるとねありがたいと思いますどどうぞ引き続き続ご視聴のほどよろししくお願いします。